リョタハタチ。どうもこんにちは、リョタです。お元気にお過ごしでしょうか。本日は栄養の話、そしておすすめ海外プロテインについて話していきたいと思います。はい、今日はね、ちょっと真面目な話をしていこうかなと思います。いつも真面目な話をしているとは思うんですけど、今回の主役たちはここにいる彼らです。はい、僕の相棒ですね。本日の予定ですね、こちら。まず一つ目、今使っているサプリメントの紹介。それから二つ目、栄養について。三つ目、おすすめのプロテインについて話していきたいと思います。それでは今回も最後までよろしくお願いします。今使っているサプリメント、全部で3種類ですね。で、一つ目がプロテインで、二つ目が BCAA で、三つ目がマルトテキストリンというサプリメントを私今使っております。こちら一つずつ軽く紹介していきますね。一つ目、プロテインですね。プロテイン、これと、これ。これも、ちなみに空です。この間まで使ってたやつ。まあ、海外のプロテインですね。プロテインって何っていう人に、簡単に話をお勧めすると、タンパク質です。人間に必要なね、栄養素の中で、まあ、特にアスリートが大事な栄養素の一つだなと思います。タンパク質ってのは筋肉を作る働きをしますね。まあ、細かい話をすると、まあ、自分の体重かける 2g から 2.5g ぐらいのプロテイン、タンパク質を1日に取りましょうっていうね、基準があるんですけど、まあ、そこは正直気にしてないです。なんですけど、まあ、筋肉を作るという働きを持つタンパク質なので、意識して取るっていうことは、すごい心がけてます。なので、こう、プロテイン、がメインなサプリメントになっているような感じですね。で、こちらの2つのプロテインはアイハーブっていう、まあ知ってる人はもちろん知ってると思うんですけど、海外のサプリメントがいっぱい売っているなんか通販サイトみたいなところで買ってます。どっから届くかわかんないですけど、1週間から10日ぐらいで、まあ、手元に届くので、アメリカから来るのかな。まあ海外のプロテインね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。なので、まあ僕はね、おやつ感覚で食べてます。食べてる、うん、おやつ感覚で飲んでます。はい、一つ目がプロテインですね。で、二つ目 BCAA、まあ、これはね、聞いたことある人ちょっとプロテインよりは少なくなると思うんですけど、こちらエクステンドのオリジナル、はい、こちらですね。はい、BCAA って何っていうと、まあ、細かく言うとバリン、ロイシン、イソロイシンっていうね、必須アミノ酸の3種類をまとめたものになります。これは体では作られないアミノ酸に分類されるんですよ。で、アミノ酸って何って話をすると、タンパク質が分解されるとアミノ酸になります。で、何をするやつなのっていうと、彼は筋肉の分解を抑える働きがあります。なので、これはトレーニング中に飲むやつなんですけど、トレーニングをしてて、まあ、例えば筋トレしてますの時に、こうグーってやってると、もうだんだん筋肉疲れてきて、もうパワーがなくなってくるんですよ。代謝を止められてたエネルギーを使うっていう体の仕組みなんですけど、で、パワーがなくなってきて、体にエネルギーなくなってくるってなると、筋肉からこうやってエネルギーを作る。その時に筋肉を分解してしまうっていうのを防ぎたいので、これを飲みます。より長い時間、トレーニング効果を高められるっていう、めちゃくちゃ優れもんですね。はい、こちら、BCA。これを、だいたい、筋トレするときにこれ飲んでます。あとはそうですね、トレーニング中では結構強度の高いトレーニングをするときにこれは飲んでますね。3つ目、これはね、ちょっと少ないと思うんですけど、マルトテキストリン、こちら粉飴になります。はい、これはね、まあ、僕もあんま詳しいことは知らないんですけど、トレーナーの仕事をしてるときに教えてもらい、この粉飴ってのがあるよっていうので、これね、めちゃくちゃ甘そうに見えるじゃないですか。まあ、ブドウっぽいものなんですけど、これね、全然甘くないんですよ。だからこう水とかにスッと入れて、もう飲むみたいな。何の働きがあるのっていうのを話すと、エネルギー補給ですね。体がバテなくなる。体からエネルギーがなくなる時に、さっきも話したんですけど、筋肉を分解しようとしてしまうんですよ。なので、その筋肉分解をまず抑えるために、体に常にエネルギーを補給しておかなきゃいけない。なので僕はこれを飲んでます。結構ね、ウォーミングアップの試合の時のウォーミングアップとか飲んでるんですけど、まあ、瞬発力の維持っていうのが、これのもうメインの目的だと思いますね。まあ、ポカリとかアクエとかにもいっぱい砂糖入ってると思うんですけど、それのもう砂糖だけみたいな感じですね。
なのでもう適当にもう水とかに入れてごくごく毎日飲んでます。はい。でこの後栄養の話をするんですけど、まあ人によって体質ってそれぞれ違うじゃないですか。僕の場合は結構体重が減りやすいんですよ。で常に体にこうエネルギーを貯めておかないとどんどん筋肉が分解されて筋肉ちっちゃくなっていっちゃうみたいな。はい。で体重が減りやすい。だから食事もすごい気を使ってより食べるようにしてますし、そういうところで常にこの粉飴、エネルギーを常に体に入れておきたいっていう目的でこれを飲んでます。はい。こんな感じですね。で次2番目、栄養についてですね。栄養について話すとめちゃくちゃ長くなるので簡単に話をします。まあ栄養って何って話をすると、まあ体に必要な栄養素が全部で5個あるんですけど、メインの体のエネルギーとなるのが3つですね。炭水化物、タンパク質、脂質、この3つがまあメインの栄養素になるんですけど、こうやって何の商品でもこう裏にこうやって書いてあるんですよ、全部何が含まれてますかっていう。で、まあ、さっきも言ったんですけど、人によって体質は違う。基礎代謝ってのがあるんですよ。生きてるだけで消費するカロリーのことですね。まあ、心臓も筋肉ですし、まあ、立ってるだけでも寝てるだけでも常に筋肉って使ってるので、そこで使う最低のエネルギー、これが基礎代謝ですね。それは人によって違いますし、体質によって、筋肉がつきやすい人で、つきにくい人で、太りやすい人、太りにくい人、結構あると思うんですけど、まあ、その人によって基礎代謝も違いますし、この消費するカロリーも違うので、何を食べたら正解っていうのはないと思うんですけど、その人その人に合わせて。で、僕の場合は本当、さっきも言った通り、体がでかくなりにくい。一つ、僕のエピソードを話しますと、僕が高校1年生の時に、身長から体重引いて105っていう基準があったんですよ。2リットル弁当って言って、2リットルのタッパーに米だけ詰めて、で、だいたい3合半から4合ぐらい米だけで持ってって、プラス自分の大きい弁当におかずだけを入れて、で、それで米をひたすら食うっていうことをずっとやったら、1年間でね、12キロぐらい増えまして、その基準はクリアされたんですけど、それぐらい僕の場合は食べないと太らない。で、逆に、もう本当米食ってたら太っちゃうから米抜いてるとか、そういう人もいるので、だから僕は全然肉の油とか、とにかく体に栄養を蓄えようっていう気持ちで食べてます。でも体にいい油と良くない油とか、いい糖と悪い糖とか、なんかいろいろあるので、それは悪いものは取らないようにはしているんですけど、まあ基本的には自然のものは全部食べてますね。まあダイエットしたりとか体重減らしたりとか、もちろんそうですし、体重増やしたいとか体でかくしたいっていう人も、体に悪そうだなと思うものは食べないようにすればいい、食事管理ができてるのかなと思います。これ裏見てもらったら分かるんですけど、190キロカロリーあるんですよ、1杯分で。まあタンパク質も 30g 入ってるのでかなり優秀です、このプロテイン。コンビニで売ってる塩おにぎり、だいたい170とか180キロカロリーなので、それよりも高いカロリーを、毎回飲むたんびに取ってるって考えると結構カロリーは高めだと思います。で逆にこっちがカロリー120なのでちょっと低いかな。でも日本のプロテインはもっとカロリーは低いです。僕のおすすめプロテインを発表していきたいと思います。で決め手はこちら、完全にこれですね。まず味で、次成分で、次溶けやすさで、最後が価格。こんな感じで、まあ、この4つのポイントを、まあ、大体比べながらアイハーブ見たりして選んでますね。僕が海外プロテインにハマり始めたのが大学4年ぐらいの時なので、そこからいろんなプロテインを確かめてきました。今までここにある2種類に関しては、大学卒業してカンボジア行って帰ってきてからこの2つは出会ったので、おすすめ、このエクステンドの、これは多分みんな飲んでると思うんですけど、飲んでる人はまあ美味しいんでおすすめですね。これ今これグレープ味なんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。うん。で、まあ、プロテインについてですね、聞いたことある人も多いと思うんですけど、マイプロテインってめちゃくちゃ安いです。安くて量も多いし、美味しいし、あれは多分みんなかなりおすすめしてるプロテインの一つかなと思います。で、日本のプロテインもね、飲みたいんですけど、やっぱ高い。これがね、日本のプロテインの平均と比べるとね、2分の1ぐらいの値段で買えるんですよ。これが 2.5 キロとかで、まあ、5000円弱とかかな。かなり安いですね。
まあ、味に関してはさっきも言ったように、海外のプロテインはめちゃくちゃ美味しいです。日本のプロテインがまずいって言ってるわけじゃなくて、海外のプロテインがめちゃくちゃ美味しいってことを、まあ、今日僕は言いたいなって思います。で、どのプロテインも大体美味しいです。だって、味がまず美味しいんですもん。味が。これ。チョコレートピーナッツバター。美味しそうでしょ？これ。クッキー&クリーム。間違いないでしょ？間違いないんですよ。プロテインは、続けて飲まないとやっぱ意味ないと思うんで、続けて飲むには美味しいプロテインがいいんですよ。美味しいプロテインって何って言ったらもうね、もう海外のプロテイン大体美味しい。まあでも、その中でも僕の中の味的な一番のおすすめは、ゴールドスタンダードっていう、プロテインがおすすめ。これもかなり美味しい。で、シンサ6、なんかね、ピンクっぽい、朱色っぽい、タンクに入ってるプロテインも味的にはおすすめです。で、こいつもこいつもほんと味美味しいです。めちゃくちゃ美味しかった。成分に関しては、これプロテインが 30g ですね。これプロテイン 30g。これが 24g。だいたいね、日本のプロテイン20から25、20g ぐらいかな、入ってるの。で、これ 30g 入ってるので、かなり優秀。かなり優秀。全体のね、60% とか 70% ぐらい入ってるプロテインは、まあ僕の中で優秀かなと思うので、だいたいそういうのを選んで買ってます。溶けやすさについて、これはね、ほんとすぐ溶けた。水。まあ牛乳でもこれは溶けます。で、こっちは牛乳だと溶けないですね。で、水でもあんま溶けにくいです。ただ、溶けなくて残ったダマですらこれ美味しいんですよ。なんかもうダマが、なんて言うんだろう、クッキーみたいな感じになる。だからこれは、まあ溶けにくくてもそれを凌駕してる美味しさはあるので、超変わったから。はい。で、さっき言った価格については、まあ日本のプロテインより、かなり安いので、これらおすすめです。なので、だいたいね、3ヶ月ぐらいですかね、持つのはこの一タンク。まあ5000円ぐらいで3ヶ月持つので、だいぶコスパはいいかなと思います。こんな感じでプロテインの説明とかサプリメントの説明は以上になります。まあ何か質問があれば、何でも言ってください。日本にいる間にこうトレーナーの仕事もさせてもらったり、膝を怪我して全く動けない時にずっと勉強して資格、取った資格もあるので、まあちょっと知識は多いかなと思うので、まあ何か聞きたいことがあれば何でも聞いてください。答えられる範囲で答えていきたいと思います。それでは。愛席食堂やってること。愛席食堂こんなオープニングです。